まあ、ピッチャーのフィールディングを、ね、見ましても非常にその前に、ね、様子のいいフィールディングしてましたから、はい、問題ないと思いますよ。6番ショートキャプテンの佐々木光介から攻撃が始まります。駒大駒込高校三井投手は山梨大会は決勝戦ではリリーフしまして延長に入った10回11回を投げ切ってチームをサヨナラ勝ち甲子園に導いた形になりました。シンカーが非常にいいというね、うん、村中監督が話していましたが、まあ、今最後ツーエンドツーから投げたボールがね、はい、そういったボールでしょうかね、非常にあの下から投げるアンダースローの形がね、はい、できてますね、レフトの左へ。しかしこの左バッターがこの方向に本当にうまく打ちますね、本当にその、まあ、しつこいぐらいね、まあ、そのバットに合わせてきますね。そうですね、チームのヒット10本となりました駒大苫小牧高校。佐々木は今日2安打。それで駒大苫小牧高校も甲子園4試合目ですがいずれも2桁安打ということになりました。ワンアウトランナー2塁です。2回戦佐世保実業戦は15安打7点、3回戦日大三高戦は11安打7点、準々決勝横浜戦は18安打の6点です。最初のヒットはタイムリーヒットでした。毎回ランナーを出している駒大苫小牧高校です。まだ初戦を勝って勢いに乗った、その勢いをずっと保ち続けているというこの甲子園の4試合目。守る東海大甲府も何かこう相手のチームのこうプレッシャーといいますかね、感じているでしょうね。各バッターが本当にバッターボックスに入って落ち着いた構えといいますかね、どっしりとしてますよ。まあ、これだけ4試合を続けてですね、その2桁安打を打つということはですね、やはりそのボールを打たないということがね、はい、しっかりできているんだろうと思いますね。ボールを打ち出しますとそのバッティングのフォームも崩れてくるというね、はい、そういったことがあるんですけども、まあ、その形がしっかりとできているということはボールを打てないということだと思います。したがってこう 2-3 という監督が多いんですよね、はい。ボールを打たないということはどうでしょう、変な気負いもなくて、その下ボールをですね、下ボールを打つという形でね、しっかり触れてるんだと思います。本当にこの五十嵐もそうですが粘ります。なんとか相手の流れをこう止めたい3人目のピッチャーの三井。
よく腕が振れてますね。そうですね、最近サイドスローとかね、スリークォーターがちょっと下のところで投げるピッチャー非常に多いんですけども、はい、ここまで下に下げてこの腕をね下げて投げるピッチャーは珍しいですよね。そうですね。この回から2人目のピッチャーの佐野がマスクをかぶっています。3人目のピッチャー三井、今日は先発は左腕の岩倉でした。もう一人また投球練習をしているピッチャーがいます。13番をつけた穴水、このピッチャーですね。とにかく今日は打線好調の駒大苫小牧をもう投手陣総力で、はい、なんとか防ごうという感じでしょうか。9球目フォアボール。ワンアウトでランナーが一塁二塁、タイムを取ります。佐野がマウンドに行きます。ピッチャー出身でもあります村中監督は本当にタイプの違うピッチャーを甲子園で3人投げさせるという形になりました。ラストバッターです。ピッチャーの鈴木、日大三高戦に3打数2安打、8回は勝ち越しのタイムリーを打ちました。連続フォアボール、ボールに手を出してくれません。いや本当そうですね、甘いボールは確実にこう捉えていくんですけどもね、そうですね、ボール球は本当にその手を出しませんよね。ここで守りのタイムを取るんでしょうか。2回目の守りのタイムを取ります。ゲームの流れからしますと一旦は逆転したんですが、東海大甲府が再逆転されて、はい、4点の差に広がってきている。なお満塁ですよね、まあ、ですからこの以上ね点を取られたらね、非常に、まあいかに打線が好調な東海大甲府としましてもね、そうですよね、非常に厳しくなりますから、そのあたり一つ間を空けてねしっかり守っていこうということでしょうね、まあ、特にその長い間この今時間的にですね守ってますから集中力もこうかけてくるところなんですよね。そうですね、14番の背番号が見えました松崎選手が村中監督の指示を伝えました。集中力を保つ、サード中澤、ファースト田中、そしてキャッチャーは佐野、内野は中間守備より少し前、ボール先行、そして打順が1番に戻ってきました。
ノーツー、左バッターの外が決まらないですね。そうですね、そこの外を決めてインコースを思い切って、ね、投げたいところなんでしょうけども、なかなかその外のボールが決まってきませんね。さあ苦しくなってきましたバッテリー。今度入った。大体川本さん、駒大苫小牧のバッターのベースに近く構えているバッターですよね。うん、立ってますね。はい、ですから本当はですねインコースの方につきたいんですけども、まあ、満塁ですしね、ですからそのデッドボールというのも怖いところなんですよ。でホームベースに近く立って外の球をこの三遊間方向に打っていくというね、ここまではヒット10本。この足の位置です、もういっぱいのところです。さあ追いつくか。ツーアウト、サード中澤、ツーアウト満塁。さあ今の投球です、これはねやはりインコース思い切ってついたと思いますね。その分このバッター詰まってしまいましたね。こうやってスローで見ますよくわかりますね、はい、ボールのあの下にバットがこう当たってるんですね、アンダーハンドからスッとボールが最後ま浮いていくような感じのね、上がりの感じですよね、はい。さあ2番のライト沢井、ここで突き放すのか逆にしのぐのかというのは5回の裏大きなこのゲームをこう左右するような場面になってきました、はい、満塁です。いいコース、タイムリーツーベースヒット、タイムリーヒット止まりません。これもねいや詰まったんですけどもね、短くバットを持ってますよね、まあ、その分シャープに振り抜けましたね。そうですね、このバックホームも良かったんですが、レフトは古谷、その差6点と開きました。なおランナーが2人います。3番の林、サイクルヒットを打ったのは7番でしたが今日は3番、しかし南北海道大会は準決勝までは3番を打っていた選手です。あの横浜高校戦のサイクルヒットも本人は2打席目でしたがツーベースヒットがエラーがついたと思って、自分自身はサイクルヒットの意識が全くありませんでした、監督もゲームが終わってからサイクルヒットですかという、大会史上5人目のことでしたが、キャッチャーどうだ浅野、この回からマウンドから今度はマスクをかぶっている浅野、一人難役といいますか非常に器用な感じですね、はい、今もねそのフェンスがありますけどね、スライディングのタイミングとかそういうのを測りながらね、うまく追っていきましたよ。そうですね、そしてマウンドは3人目の三井、やや詰まり気味だ、どうだセンターセンターセンター、取れません、あーボール見失った、セカンドランナーホームイン、一塁ランナーも三塁、林は二塁まで行きました。センターの宮地、これも本当にもうわずかというプレー、まあね、少し積もり気味なんですよね、ですから本当にピッチャーとすれば打ち取ってる感じなんですけどもね、まあ、飛んだところが本当にまあギリギリ取れないようなね、そういうところですよ。そうですね、10対3、そして4番の原田です、
チームのヒットは12本となりました。まあ、それにしましても、ね、本当にその振り切るバッティングといいますかね、ベースに近づいて本当に振り切ってきますね。実に長い守りになりました。5回の裏、東海大甲府高校出してくれません、非常に際どいコースを、ね、ついて誘ってるんですけどもね、バットを出してこないですね。本当にバッテリーの狙いは分かるんですよね、はい、伝わってくるんですが、素晴らしい選球眼。うまくタイミングを外して3アウト、ようやくベンチに帰れます。